SKE48 大場みなちゃん東海ラジオで卒業発表してくれてありがとうスペシャルスタートです8時になりました改めまして東海ラジオお聞きの皆さんこんばんは s k e 4トチーム K2 の大場みなです東海ラジオプレミアムウィーク特別企画ということで s k e 4トがこの後9時まで生放送でお送りします 7時台はエゴユうちゃん熊崎はるかちゃん林美玲ちゃんとお送りしてきましたがここからの1時間はこの2人とお送りします。 こんばんは、古畑奈央ですそして須田あかりです。いやわーい来たねついてきたねたよてかちょっと待ってあなに一時間前聞いててくれた人は心当たりがあると思うんだけど始まった瞬間は全員いたじゃないいたよなんかあの奈央ちゃんと私もこのブースの中にいたけど一時間の間ほぼ抜けてたのよそう、いなかった若手メンバーだけでなんかラジオドラマとかやってたりしたじゃない いきなりさ私がいないとこでさ過去の M V エピソードで私の袋トークみたいなしないでしたの。じゃあもうしてたね。稲妻のエピソードありますかって言われてなんだっけみたいな私何かあったっけなと思ってパッて思いついたの。でもこれどっかで一回劇場で言ってんのよ。かもしれないね。その時にめっちゃ受けたのよ。私しかもそれなんかやっぱその当時はやっぱりこれは胸にしまっておこうと思ってたの。でもやっぱりこう年私も。 も7年以上 SK にいてもダンスとの関係値もできてるからこれちょっと言ったら面白いかもって思ったら意外と受けが良そう味を占めて電波に載せないでその後ツイッターでもう弁解できないじゃんってそういないとこで言うから弁明できたって怒ってたんじゃなくて大号泣してたのあ、大号泣大号泣 なだってあの端っこのカメラ来なくてしかも真ん中の方の人しかサンゴどかしてもらえなくて言ってたそのあったあった端っこの人たちは自分でサンゴ痛いなって思いながらね撮ってねサンゴが痛くて痛くて悔しいし痛いしみたいなでもやっぱ今のダンスだから言えんなと思って今の順番っていもうなかったらもう言えないも今の素だかりだから言えたから本当にそこに関してはもう本当にありがとう今言えるよ なってくれてメダにしてくれてありがとう美味しいと思ってるいつもありがとうなんかいつもねなんだかんだ S.K. の中で一番すだかりのトークをしちゃうのよそうだねなんかありましたかって言ったら安心して出せるもんねなんか言っちゃいけないことなさそうなんでしょうんうんうんって言うのあいやいやそんなことないそうそ私長丁寧結構しやがしやすいよねなんかうんしやすいしルンルンはよく活用してることころまあちゃんと面白く話してくれるからねでもおもしろいしやいつも面白い出来事がダンスに起きて <laughs> そ,うだよそうだからね <laughs> 今日もねこの1時間 1>、はい、このメンツに関しては本当に私も楽しみにしてあのちょっとやっぱり「s k 4 8の大人ラジオが今はないのでちょっと特に深い時間帯にできるようなああ 大人ラジオはなちゃんが肩ぶん回してよさっきいやもう本当よもう何でも行っちゃっていいんでしょだってもう深夜のテンションとか何でもいいでしょでもまあそうね事務所から三人ぐらいスタッフさん来てるから今の瞬間スタッフさんみんな目そらしてスタッフさんも気になるんじゃないけどメンバーの下着の色とかそのバツーってバツって言わない限りはオッケーってことなんでいきなり下着の色深夜ってそういうことやろわかんない私深夜わかんないの言うてるけど深夜ラジオやったことないけどプレミアムウィークだからね そうプレミアムウィークだから東海ラジオさんがまあよ良ければですけどね盛り上がればいいんじゃないですか,か盛り上がれ大丈夫みんな見て目細めて笑ってるからか <laughs> みんな気になってんのなしちゃうねレズ様やってみて何かあったら後で謝りましょうすよやってみよう八 <laughs> 時台はですねちょっと深夜ラジオっぽくちょっと大人のメンバーでお届けしたいと思います、うん、お楽しみに、はい、そして皆さんからの応援メッセージコーナーの感想もまだまだお待ちしておりますメールは sk at mark tokyo radio co jp ファックスは0529610077ツイッターはハッシュタグ東海ラジオとハッシュタグ SK123 じゃないをつけてつぶやきまくって盛り上げてくださいそれではこの後9時まで私たちにお付き合いください東海ラジオ B スタジオから生放送でお送りしていますこの時間はこのコーナーやっちゃいます題して私やらかしちゃいました <laughs> えー、皆さんからいただいた究極にやらかしちゃった懺悔エピソードを紹介して私たちがその懺悔や失敗を許せるか許せないか判定しちゃいます早速紹介していきたいと思いますはい、えー、愛知県にお住まいのラジオネームハットリハンゾーマサさんからです、えー、の私やらかしちゃいましたこれは、えー、高校時代彼女と部屋でまったりとしてた時つい 寝ぼけて隣の彼女に まるまるちゃんと元カノの名前を呼んでしまいました元カノは彼女の友達でしたうわ正直自分の発した言葉の違和感に今俺まずいこと言わなかったかと戸惑って彼女に確認もできず気まずい空気が流れました、うん、なぜその時に元カノの名前が出たのかもちゃん付けで呼んだことないのにその言葉が出たのかもわからずじまいでした <laughs> 皆さんさすがにこれはなしですよね許してください だそうです即なし <laughs> まだ聞く前からもう即なしなしこれどうどうみなるんどうえーほぼ,ほぼ,ほ,ぼほぼなしなんだけどえほぼってことはいやこれきついよねだって普通に考えたらうんえ私一回で文章意味理解できなかったどういうこと、えー、<laughs> 読んで読んでてみるかなえー、だからあれでしょ その今カノの一緒にいるのに元カノの名前を呼んじゃうっていうパターンよそうだようーわバカじゃねえの本当に理解したそんなことしちゃうんだダメだよねダメだよでもミナルがちゃんと考えてる私たちはね即なしだって思ったよねでもね握手会とかで同じ経験ないですかええどっちこっちが言われるって待って待ってやばいやばいこっちが言っちゃうこっちが言っちゃう 誰々さんって言ったら「ごめんなさい違う名前」だったそう他の子の名前私女の子でこの間女の子に違う名前で呼んじゃって「それどこの女よ!」って怒られて「どこの女の名前よ!」って怒られちゃって逆にそこまで言ってくれるといいけどね相手がちゃんと怒るなりリアクション返してくれたら「本当ごめん」ってこっちも言るけど向こうがあ間違えられたって飲み込むだけ だと気まずいね。確かにね。自分が間違えられたらの話か彼氏にか。うん。怒ってくれるのも、もしかしたら優しさかもしれないね。確かに。怒れない。分かってんだもんね。友達だから。そうだよ。友達っていうのじゃない。うん。全く知らないんだったら、まあ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 。お。え、でも。だって高校時代でしょそうだよ。世間狭いよ。いやだ。絶対。だって絶対近いもんね。でも許すしかないね。これを乗り越えてのだもんね。 ただその時に許せるかどうかだな。じゃあ、行く、これ究極にやらかしちゃった残虐エピソード、許せるか許せない。はい。行きますよ。せーの。許せない。万丈一。これは別に時が経とうが何しようが、許せないもん、許せなくない。ただ、ラジオに送ってくる勇気が。それは逆に好き。今後、まあ。まあ、今後そういうのしないでねって。 そうだね気をつけない間違いは誰にもあるそう仕方ないあとごめんっていうの意外と大事そうごめんが言える人ねごめんとありがとうが言える人大事ということで多数決で許せませんでしたでは次の方紹介しましょうラジオネーム神奈川県にお住まいのラジオネームみなる推しのじゅんさんからですはい。僕の失敗エピソードを聞いてください。はい 数年前所属しているチーム全員に対して上司からものすすごくやるる気気を落ととような気にさせるメールがが来たたことがありましたうん、うん、見事に嫌な気持ちになった僕は、うん、同じメールを受け取った同僚にそのメールを引用して「こういうこと言うから○○さん」過去上司のことですね、うん、みんなに慕われないんだよね。 と転送で送ろうとしたところ間違ってそのメール文を上司に返信してしまいました <laughs> <laughs> すぐに送り先を間違えたことに気づき顔面蒼白になりながら恐る恐る上司の席を見ると偶然上司が席を離れていました 見つかったら終わりだと思いながら素早く上司の席に行って、つけっぱなしだったパソコンを操作して、メールを消去し、自分の席に戻ってことなきを得ましたが、上司がもし席を離れていなかったら、と思うと本当にゾッとしますし。何年も経っているのに、思い出すと心臓がドキドキします。これは修羅場だったね,るるね。これ,、ねえー、れはそうだね。でも、切り抜けてる、うん。なるほどね。見て、あの、どっか離れちゃったのかと思った。見てなかったよね。そう。見てないやいや、ギリギリだったんだ。それは。 これ許せるけどねこの失敗ってことだもんねほぼ失敗というか失敗は失敗は全然そのまあその上司の人がどんな方かはねよくわからないですけどもしかしたらちょっとねちょっと何でガラスのハートの人かもしれないからそれをね見たところですごいちょっと落ち込んじゃうかもしれないその可能性を潰せたわけですからそうだねでもクレンズってさ意外とあると思うんだよねここのの人とを言いいいたってう時に この人やだなやだなやだなって思ってたらその人がんかその人になぜか話しかけてしまったとか何かそういうの多分私多分記憶から抹消してるけどここうういとあ近しいのは多分あると思うそこまではっきりはないけどあるわ私もだってよくあるもんんかんか連絡とかもさ最近そのなんていうの LINE とかだとさもうんていうの 複数人とやり取りしてたら急にどことやり取りしてるかたまに分かんなくなるというかで同じ話題で喋ってるのに違うこっちで喋ってることをもう一人の方に送っちゃうみたいなことがよくあるから私一回それあったからあったんだあった結構最近こっちはになってくんだこっちはなってしかもやばってなったんだけどよくよく前からの文章を見てたらそんな悪くない文章だったからよかったけどみたいな。 今 LINE はねなんか送信して削除とかも押せるけどねでもさそのさ送信取り消しがさ何意味深だよね何を取り消したのってんかさそこが気になるんだって送信取り消しのやつがそれが残んなきゃいいんだけどさ残るじゃん送信を取り消ししました何を取り消したのへえ取り消したのに意味ないみたいな逆に。 取り消したことで逆に気になってしまうっていうね聞かれるみたいなこれリアルタイムでつぶやいてる人的にはこれはうっかりの中でナイスリカバリーなのかなって書いてありますねああ、よかったねしかもパソコンでもさいじってるとこ見られなくてよかったよねまあ確かにそうだね見られたらまあ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 ですよなんで触ってんのってなるもんまた新たなさこれじゃあさどっちかな私決まった決まった決まったいくよせーの許せる おお。出せました。良かったですね。本当はダメだけど、やっちゃいそうでやらなかったからまだね。そうだね。まあ大丈夫、大丈夫。今年失敗はまだ大丈夫ですね。もし仮にバレてたらもその上司も気づけるしね。うん、確かに。そうだね。というわけでねやらかしだったりとかお話ししましたが、ちなみに二人は何かありますか。あ、二人の二人のやらかしを聞きます。私今年ありますよ。ま 田さん今年やらかしたエピソード実はね他のところでちらっと一人で仕事の時には言ったことあったんですけどメンバーの顔見ながらこの懺悔エピソードを話すのは初めてです。しっかり合わせて今年外資ホールでのコンサートが4月にありましたてそれで2日目松井樹里奈ちゃんの卒業コンサートの時に「エスケープ」というダンスナンバー。 のの楽曲の披露があって、うん、で大きなステージだから、うん、なんか本当出入りする場所はい、はい、メンバーがステージに行くために出入りする出入り口がもう10個以上あったんだよねたくさんあってなんかステージの反対側にスタンバイしてたけど真反対から出なきゃいけないとか、うん、着替えてた場所から真反対で出るとか、うん、そういうなんかすごい複雑で,、うん、で私ちょっとぼーっとしてたんでしょうね。次、うん、の次の曲で出ななきゃいけないいいけっっててうう時時がエスケープだっていう時に、うん 出ななきゃいけないけ場所の反対側にいて <laughs> あ、間に合わないってなって「これはやばいですやばい間に合わないです」ってスタッフさんに近くでのいた方に言ったら「うん、じゃあこの裏動線行ったら間に合うから」って言ってわ、うん、って走ってってくれて「うんうん、はい間に合ったねよかったね行ってみて」うんうん、って言ってポンって出されたんだけどもうみんなスタンバイしてステージの上で決まってんだポーズが。 クールでみんなバチバチに決めてやるやつだからもうみんなステージの上で立ってて「あどうしよう私もう出れない」と思ってずっと階段下なんかステージの下の階段でじっとみんなの合流するタイミングを見計らってて「あ無理だこれ」と思ってもうスッと立っても堂々とつかつか歩きながら自分の場所にかっこよく歩いてってみたのよ。でもやりなながらら本当ごめんなさいと思っててその日終えてから ファンの人の反響はどうだろうって見たら、うんうん、そしたら赤にエスケープ出方マジかっこよかった。<laughs> 演出だと思われてんじゃん、ちょっと演出しちゃったのー。そう、だからメ、メンバーみんな素直に間違いやがってってなってるけど。そ <laughs> う、メンバーの前通ったってことでしょう。<laughs> そう、メンバー、直ちゃんの真横だったよ、ね。よ <laughs> 遅れて一人で、つかつかつかストン。

全部だって持ってってますからね。そうですよ。隠れちゃったみたいで。大ボスみたいな感じで出てきちゃって。しかもさ、いつも出てくるから変じゃないじゃん。そうなの。でしかもちょうど結構真ん中でしたねあの時赤さ。そう真ん中だったの。そうだからうちらがもうなんか古文みたいな感じで、大ボス来ましたみたいな感じで。恥ずかしかったよなんか。ちょっともう今後本当にタメ取りには気をつけます。はい。確かに格好良かった。まあでもそれは強化します。ちゃんとアイドルとして貫いたからね。そうそう。同様。 なみなもう12年もやるとずぶとくなってくるんすか、ね、<laughs> そこも同時ずいけますからねいや技術よ技術<当>すごいことよねはいじゃあ以上私やらかししちゃいましたでしたではここで一曲お送りしましょうラジオネームトールヤンさんからのリクエストで「ワンツースリーフォーよろしく」ということで、うん、お<う>えー 数年前卒業以来30年ぶりに開かれた高校の同窓会の二次会のカラオケでなんか歌えとマイクが回ってきて引かれるかなと思いつつ歌ったのがこの歌、えー、当然おたばれしたものの引かれるどころか意外に盛り上がり気持ちよく歌い切った思い出があります嬉しい。二時間の長丁場頑張ってくださいまた皆さんと会える日のためにもうちょっと仕事頑張りますありがたいですね仕事頑張ってほしいわね、頑張ってくださいってわけで 聞いてください SKE48 でワンツースリーフォーよろしく <laughs> 今聞いていただいたのはトールヤンさんからのリクエスト SKE48 でワンツースリーフォーよろしくでした東海ラジオ B スタジオから生放送でお送りしていますさあやってまいりました何を触っているでしょうかこの時間は古畑奈央ちゃんが中身を見ずに何を触っているのか当てます、はい、あではやーいスタート、えー、<気>はい。当たったわ <laughs> かった何？これは向きます

これはもろばれやんや,やばいめっちゃ分かったやんあでもいろいろ種類あるからそう,そうだよ何か分からないどこさんとかもちゃんと当ててねどや顔でそんな <laughs> 自分ちゃん大好き言ったの <laughs> さあ当てるわけでふるわたなおちゃんが何を触っているかわかりましたかこの後二人挑戦するのでみんなが何を触っていたかメモしておいてください以上何を触っているでしょうかでした東海ラジオ B スタジオから生放送でお送りしていますこの時間はこのコーナーやっちゃいます題してあなたの鼻歌当てちゃうよ えー、ここからはリスナーさんと電話をつないで SK48 の曲の鼻歌を歌ってもらい私たちが何を歌っているのかを当てちゃいます。<laughs> すごい。早速鼻歌を歌ってくれる方と電話がつながっているみたいです。お願いしもしもし。もしもし。こんばんは。こんばんは。じゃあラジオネームを教えてください。<laughs> はい、えー、タクヤ K2 と申します。タクヤ K2。タクヤ K2。タクヤ K2 さん。はい。タクヤだタクヤ。タクヤ K2 さん。

あの実は2年前のあの東海ラジオ大感謝祭で、オアシス二十一でい。<い>じゃあ私たち聞いてるこの、この方の生の鼻歌聞いてるわじゃあ。え,えすごくない。<う>やばい。あの伝説の歌声を、ね、<然>披露してくれた。伝説のあら、じゃあちょっと。期待しちゃいますね。 お願いします楽しみじゃ結構コアなのきそうだねそうだねちょっとよろしくお願いしますでははい、ぜひ当ててくださいはいではじゃあ鼻歌お願いしますななななってちょっと待ってちょっと意義あり意義あり意義ありこれ鼻歌じゃなくないや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 待って鼻歌の概念こう言ったよね今ななななって言ってましたねこれはななななやな

うん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 花歌してっちゃうからこれだよ花歌ごめんなさいいやいや入ってないなんでななんで行こうとしたんだろうねごめんなさい花歌がすごい下手なのかなと思いきや全然メスにうまいじゃんおかげでわかったねわかったねすごいわかりました丁寧にありがとうございますじゃあこれもう三人で行けますかはいお願いします三人でじゃあせーの兆しじゃ ピンポンピンポンピンポン。え、知ってた？自分でスイールでやめてもらってすかちょっと。打ち合わせしたもしかして。自分でつってちあ二年前やってるからもう慣れてんのよ。ラジオ慣れしてる。分かってる。いやすごいですね。までもうまかったよね。うまかった。良かったです。当ててもらえて。当たりましたよ。ありがとうございました。 ございます。これからも、K2 と、あの、須田あかりの応援よろしくお願いします。お願いします。これからも K2 の活躍楽しみにしてます。違う、ケーツと須田あかりなのよ。やっぱ慣れてるの。分かってんね。ありがとうございました。というわけで。はい、また、またね。ありがとうございました。いや、ちょっとね。 うまい方の鼻歌でよかったです<ー>ね私すごいラジオ慣れしてた、ね、私のこといじってきた、ねね、ちゃんとオチが分かってたってわけで以上あなたの鼻歌当てちゃうよんでした東海ラジオ B スタジオから生放送でお送りしていますさあやってまいりました何を触っているでしょうかこの時間は須田あかりちゃんが中身を見ずに何を触っているのか当てますではよーいスタートえ。 つぶつぶでもっこりしてるつぶつぶでもっこりつぶつぶもっこりすごいもりもりしてるつぶもりつぶが集結しててもりもりしててつぶが集結で茎の部分はあんま食べないあ、じゃ食べ物ってことですかで、あのさっと茹でた方が、じゃ茹でるよりレンジでチンした方が待って、分かつぶつぶで軽くレンジなんかした方がなんか蒸されるらしいなんか栄養が逃げないみたいなあ。 つぶつぶでもっこりもっこりしてるもっこりもっこりでレンジいけんのうん熱くできるので私はスーパーで買うとき生で出てるやつよりも袋に包まれてる方が私は買う何てか私も私の頭の中であっなことになってごめんなってもっこりしか残らないえ違う本当にちっちゃい粒ぶで中結しててあ、分かったはははいいいもこもこで袋に入ってる 重いですよね。重量としては。あ、ずっしりしてる。やばい、何にも重い。え、どうしよ。う、緑、緑。緑？のつぶつぶのもっこり？緑？え、緑だよ。白じゃなくて。え、白に似てるのもいる。待って待って。雪だよ。もっと何だよ。つぶつぶのもっこりが何？で緑色なんでしょう。あ、なんか今日奈々ちゃんが着てる服みたいな。つぶつぶ。それはちょっと心配ですけど。 だからたまにあの虫の巣みたいになるやつですね。あ、もう隙間の方をみ<ー>なんか虫ってっなんかかき分けていったらやつかもしれない。<ー>で電子レンジでね。うん、そう電子レンジの方が栄養が逃げなくておすすめ。ああ、オッケー、オッケー,ッケー。分かったかなみんな。分かった。分かったじゃない？分かったさすがに。というわけでじゃあ須田あかりちゃんが何を触っているのか分かったらですね <laughs> ぜひぜひメモしておいてください。この後私大場みなも挑戦するのでよろしくお願いします。以上何を触っているでしょうかでした。 東海ラジオビースタチオから生放送でお送りしていますこの時間はこのコーナーやっちゃいます題してあなたのお悩み聞いてあげるうわ <laughs> <laughs> 来ちゃったったいいい心に来ちゃったというわけで恋愛相談でも人間関係でも仕事関係でも学校関係でも家族関係のお悩みでも何でも OK リスナーの皆さんのお悩みを募集しました私たちがですねズバリ解決して語り合いたいと思います<ー>それでは早速紹介していきます、うん、ラジオネームまなさんからいただきましたあ,<ー>ありがとう えー、付き合って二年半になる彼とのことで相談です彼は一度も私のことを名前で呼んでくれたことがありません付き合い始めた頃お互いなんて呼ぼうか話し合ったのですが、うん、私は断然ちゃん付けされたい派で 絶対ちゃん付けがいいとお願いしたのですが、ちゃん付けはちょっと恥ずかしいと言われてしまい、そこから一切名前には触れず、今日に至ります。私自身も最初は彼の名前を呼んでいたのですが、変な対抗意識が芽生えてしまい、名前を呼んでいません。このままお互い名前を呼ばないままなのでしょうか。どうか私たちカップルに何かアドバイスをください。そして皆さんは好きな人から呼び捨てにされたい派、ちゃん付けされたい派、もしくはそれ以外のどれかをぜひ教えていただきたいです。 えマナちゃん、二年半の彼です一生分マナちゃんのこと、マナちゃんって呼んであげたいねねえ名前は絶対呼び合った方がいいんだよなんであの、名前を呼ぶ、こ読むことによってなんか効果があるのそういう、なんていうの、好きになってもらえる、心理的なだからどんどん、どんどん、るんるん、あかりさんでいっぱい呼んでった方がいいん確かに呼ばれた方が嬉しいよねそうそうそう、だから絶対別れるよあ、ごめん、ごめんえぇーいやいやいや、別れないために別れないために 解解決決しししままょう一一緒緒ににねていきう多分彼は恥ずかしいんだと思うけど恥ずかしさにかまけて相手がしてほしいことをしないっていう彼は問題だと思うだからさちょっと可愛くおねだりとかねしてみるとかねマナちゃんって呼んでそれが嫌なマナでもいいよみたいな「マナちゃん」って言わなかったら今日のご飯なしだよとかちょっとゲームっぽく。 何この何ラジオをさ後でさ彼と一緒に聞いてほしいよねそうだよラジコとかでもいや本当に名前を呼んでこんなはっきりなおちゃんが別れるよ彼に聞かしてやりたい心理的な感じでいくとね心理的な感じでいくとねまだまだ改善の余地ありますして可愛く言ってみるわねいいよねとりあえずじゃあ今年の十二月後あ半分ぐらいありますどっかでクリスマスもあるからちょっとそのおねだりみ みたいなちょっと目標名前を呼んでもらう今年中にマナマナちゃんこれはね先延ばしにしちゃいけないそうねこのねどんどんさだってどんどん恥ずかしくなってくるもんね絶対彼氏もいつよぼったら恥ずかしがってんのかもしれない二年半だったら絶対そうだよねいやもういっぱい呼んであげてほしいちなみにどうですかお二人はどちら派私須田はあかりちゃんって言われたいあ可愛いあかりちゃんうんなんで え、家族が、あかりちゃんって呼ぶから。あ、えー、そうなの。かあかりちゃんって呼ばれた方が安心するかな、えー。ああ、いいね、可愛い,い。なおは?。私最初なおちゃんで、うん、ちょっと日,日付、日付とか、ね、うん、年月経ったらなおになって、で、またちょっと経ったら。たまになおちゃんって呼んでほしいって。いう連用、を使い分けしてほしい。なんか、シーンによって。ああ、ちょっと甘えたい時とか。そうそう、どうしたなおちゃんとか言ってほしいし。 なんか私が落ち込んでる時は「なお大丈夫?」って言ってしできる彼しかよみたいな人がいい何なのその頭の中どうしたってんの私はもうね呼び捨てにされたい派なんかちゃんはなんかむむずずってするなんか私その憧れがあって3文字だからあかりちゃんのあかりちゃんだと赤ちゃんになっちゃうからあれなんだけどそうだね なんかゆうなちゃんの「ゆうちゃん」とかがいいなって思うの、うん、でも私2文字だから省略ができないのよみーちゃん。あっみーちゃん、うん、でもみーちゃん自分っぽくないから<ー>だからみなるんをルンルンって呼んでくれてるのとかがすごい好きなの,その自分の名前をダイレクトになんかちゃん付けで呼ばれるのが恥ずかしいからだったら、まあ、呼び捨てがいいかなみたいな感じかな。なというわけでじゃ続いての。 えー、お悩みいきたいと思います、うんえー、続いてはラジオネーム、うん、千年に一人の国宝級イケメンさんからいただきましたえマジすごいそんな方がファンだなんで <laughs> 彼女が欲しいです今年のクリスマスもこのままだとぼっちです、うん、あと10日ほどしかありませんが今から彼女を作るいい方法はありますでしょうか諦めなさいということであればそれでも構いません、うん 何か背中を押してくれるような言葉をいただけますと幸いです。もしくは彼女以外でクリスマスを楽しむ方法があれば何かアドバイスをいただけますと幸いです。<や> <laughs> だって <laughs> でもこの短期間で彼女を探すところ、うん、好きな人を探すところからやるっていうのはそんな短期間で即席で作った人なんてなんか関係値高く知れてるよう確かにクリスマス終わったらもう全然もう多分ね、うん、自分もなんかちょっといいやって目標達成したわ、うん って思っちゃうよね私相手にも失礼になるしクリスマスだけのためみたいな、ね、クリスマスは別にさその、まあ、彼女がいたら楽しいわけでは別にないよね彼女がいるから必ずしもね幸せだったらだってやること大変だよねだって彼女いたらさ、うん、プレゼント代とかう選そうだよなんか 彼女欲しいなって思ったとしてもその先の悩みがまだあるじゃないだってさじゃ彼女ができましたその彼女に何をプレゼントであげたらいいか10日なんてもう全然分かんないよ確かに何がするか分かんないでそのプレゼントが全然いらないものだったらその先の関係結構さちょっと考えるじゃん雲行き怪しいねここれれれれくくるるんんだだな人私ご飯とかいろんなところするからまあ10日で 欲しいんだったら、もう私が絶対おすすめするのアプリでもやったらって思う。ああまあね、お互い同じ温度感で会えるからね。目的はさ分かってるわけ。寂しい気持ちを埋め合おうみたいなね。クリスマス限定彼かの慣れますなりませんかみたいな。ああもうむしろそれぐらい潔い方が。そっちの方が楽しくないなんか。なんかちょっとさここで真剣に探すよりかは。 2425限定のカレカのみんなアイドルってことちゃんと持っちゃんと持ってる心得てる待ってるけど逆にそういう経験ないからすげえ無責任なこと言ってるよあこれができんのか分かんないけどでも別にクリスマスはいくらでもねじゃあ私たちのこのラジオ聞いてくれてるってことは SK が好きかもしれないからそうだね私たちと一緒に過ごすってこともありますす。イベントありますか ね埋め合いま別に彼女以外でもクリスマスを楽しむ方法はいっぱいありますそうあと身近な友達に寂しいからこの日だけ一緒にいてってお願いするとかそこからまたさ発展するかもしれないしねもし異性だったとしたらそれは楽しいけど一個一個ちょっと何か方法をあげたのでそれを試してみてください報告待ってますはい。 それでは続いてのお悩みラジオネームめぐさんですみん,な悩んでですすす私には今すごく悩んでいることがあります、ね、社会人5年目になり職場には後輩がどんどん増えてきたのですが、うん、私は自分より年下の子とコミュニケーションを取ることが苦手でその子のためと思って同じミスをする後輩に指摘をすると。 何回も注意されて怖いって思われたこともありそんなつもりないのにと結構ショックでした SKE <ー>も先輩後輩の関係があると思いますが後輩がどんどん増えていく中どのように自分より年下の後輩とコミュニケーションを取ったり仲を深めたりしているのでしょうかまた練習などで指摘し合ったりする時の伝え方など心がけていることはありますでしょうかこの悩みを克服したいですあでも何回も注意されて怖いって私多分思われてると思う須田。 思われてんなから、あれ注意する派だもんね。一番本当に最近入った子とかあれなのかな。だし最近じゃなくても何年いるの。今更そこ間違えないでよっていう。例えばバンザイビーナスでビーナスってやった時の右足はあのつま先を床にけるのよ。バンザイビーナスの十二月のカンガルーはマジでチェック。そィッシュと三川もね、あの足をつま先を上に浮かすか。 足の裏をベタ好きにさせるかっていうのは振りの中ですごい大きな違いがあるねあるねあるねそれを立てたり立てなかったりなんかね、曖昧な子がたくさんいるの私は毎回言って何度も言わせないでって言うねもう言わないよっていうのを何回も言ってその光景めっちゃ鮮明に思いでもそのおかげで私たちもあの入ってんのよそうそうベテランにはどんどんね、入っていくんだけどだからなんかいない時ダンスがいない場でその曲やると あそういえばこれダース言ってたなみたいなっていうのがあるから、うん、耳はなってんだよなめっちゃ、うん、だからだしメンバー他の子にミナルンが例えば注意してくれる時も「これやったらダースに怒られるよ」って言ってくれればうん、うん、むしろね なんかよくかかとのつま先の上げ下げ注意するおばさんみたいな感じで <laughs> それはそれでななんか成り立ってることないそこはさもう分かってる人が少ないから私も分かんない人だから<ー> <laughs> 本当にいつもなんかぼーっとしながらリハやってて、うん、あやばいここだって思うから <laughs> ここそれはでも私見てるからね。あの身になることは別に何回注意されて、うん、怖いって言われてもいいと思うんだよな。 んか理不尽なこと言ったらちょっとまああれかもしれないけどちゃんとそれが理にかなってるならもう別に言われたところでミスしたらしょうがないじゃんねミスしちゃいけないからさミスしないために言ってるわけだから相手がそれを優しさがあって言ってもらってるっていうのを把握できるかそう思える関係値かどうかっていうのが問題だからそれ以外のオンオフのオフの時にどうやって距離縮めるかじゃないオフの時はもう本当 逆にそのさっき起こったこととかをね完全になんかちょっとまあこっちがまたスイッチ変えて思いっきり行ってみると意外とじゃあなんかコーヒー飲むとか一緒に休憩うん、うん、ちょっと軽くちょっと軽い時間でいいよねまずは。うんうん そのお昼をランチ一緒にがっつり行くぐらいじゃなくてちょっとコーヒー10分20分飲んでちょっと世間話してみるみたいな「彼氏いるの?」とか「女子の好きな話題って大体そうじゃん」とかそういう話とかをして「あこの人ってそういう話もできるんだ」みたいなふうにちょっと壁をねそうしていくことがいいかも。ちゃんととか結構後輩の 距離のの縮めめ方もうまいいイメージだけどあ私はもう物理的に攻めていきますからね物理的にこ距離感距離感を縮めるって <laughs> でもなんか怒る,怒ることまああんまないけどそういう注意する時はなんか怒りとかそういうのを出さないようにする、うん、そうするとあ「この人怒ってるんだ」で終わっちゃうからそれよりは全部伝わりやすいようにいって、うん、じゃあ最終的考えてもらってうん、うん、こう。 優しくまとまって追われるように、その子が納得して追われるように誘導していく。これ結構令和の令和のああ最近の最近の上司。いいと思う。確かに。私私もガって言ってもできてる子にはめっちゃできてるってめっちゃ言う。めっちゃ良かったよ。対比ね結構。そう。できてる時にあの人こんだけ褒めてくれるんだって思われるのも大事だもんね。大事。結構いろんな方法を試してみて、ま自分に合った形をやってみたら。 いいいんじゃないでしょうか、うん、というわけでね、まあ、皆さんのお悩み聞きましたがまだまだねちょっとたくさんあるんですが読みきれずでした。いというわけでですね以上ああなたのお悩み聞いてあげるでしたではここで1曲お送りしましょう千葉県にお住まいのラジオネーム原秀さんからのリクエストです。 私がリクエストする曲は手をつなぎながらです、うん、これは SK48 にハマった時から好きな曲の一つでした<う>大学生も終わりに差し掛かった時車でこの曲が流れた時浪人してた時や片道3時間の通学やバイトの両立など苦労した思い出が蘇り涙が溢れました,た今での今でもこの曲はその当時の思い出に浸れる曲です、うん すごいねみんなの一部になってるね可愛、ね、<え>い,いこと素敵だね。<laughs> なんでしみじみするのなおかというわけでそれでは聞いていただきたいと思います SKE48 で手をつなぎながら今聞いていただいたのは原秀さんからのリクエスト SKE48 で手をつなぎながらでした東海ラジオ B スタジオから生放送でお送りしていますこの時間はこのコーナーやっちゃいます題して あなたがどうしても聞きたいことをメンバーが全力で答えるでちょさあというわけでリスナーの皆さんからいただいた生放送でどうしても聞きたい質問に対して私たちが全力で答えちゃいます、はいはい、がその前にここで超大切なお知らせです、うん、なんとなんとなんと

ゼップ横浜で開催いたします出演メンバーやチケット情報などの詳細はまたお知らせいたしますので公式ホームページなどをご覧ください。うわーすごいなんて今までないなな,くな,ないないし言ってしまえば、うん、あのパシフィコ横浜国立大ホールを1日にやるんですけど、うん、まあここが本祭というかうん、うん、多分きっと大きな、うん、よくあるセレモニーとかをやるそれが1日目という。 <laughs> ねなんかさ最後に結構大きいのドカンと持ってくるのあるけどこれ <laughs> どどうどういうどういうお気持ちどういうどう,どういう感じかな <laughs> ちょっとあの三日が誕生日だったのでそうだねまあ三日も何かしたいなっていうことを言ってたんですけど一日がパシフィコだよって言われてあもう箱がと取っ,取ってたからねなのでうん、うん、まあじゃあ二日三日もちょっとお祭りやっちゃうみたいな、うんうん、お 今なな感じでででそうですのいい言葉見ちょっと今はまだ、ね、<laughs> メンバーを決めたりだったりどんなことをやるかっていうのをやっとちょっと走り始めたレベルなので、うん、まだまだちょっと何も考えてはいないんですが、ねももね、でも本当に3日間 SKE でこう関東でこういうコンサートをやるっていうのが きっとななかかね今はそんなになかなかないのでちょっと関東の皆様だったり関東に来てくださる皆様を楽しませたいなと思ってとにかく卒業コンサートではありますがもうとにかく私自身も楽しいのが好きな人なのでいろんなメンバーにいろんなことをお願いしていろんなことをやりたいとにかくたくさん面白く楽しければいいなと思っているのでちょっと皆さんお楽しみに来年の春の予定ぜひ開けといてほしいなと。 思います。はい。うん、では改めてリスナーの皆さんからいただいたどうしても聞きたいことに対して私たちが全力で答えていきたいと思います。はい。では紹介していきたいと思います。<い>えー、ラジオネームクロミアットマークミナルンによし赤林聴子さんから <laughs> ありがとう。はい。やめてこー。なおちゃん何番だろう。<laughs> 書かないぐらいだからね。はい、というわけでミナルンなおちゃんへ。 20代のうちにどうしてもやっておきたいことはありますか。アカリエ、んはい、先輩として20代のうちにやっておいた方がいいことのアドバイスを二人へお願いします。<ー>ということでまずはじゃあ一番下のなおから20代や。 ややっってておおききたたいいいことやいことやいこといや結構そんなにないけどでも楽屋、うん、で話してた時に、うん、結構二人が焼肉食べるとお腹を結構い <laughs> 痛くなるみたいな油がね,がねって言ってたから20代のうちに <laughs> <laughs> あのお肉おいしく食べとこうかなって <laughs> <laughs> やめてやめてってすごい思ったねあの時。 なんかこれ対物だからタダ、本当にじゃないからずっと大丈夫だよ。大丈夫かな。多分大丈夫よあなたは。今大丈夫。ずっと大丈夫。そっかじゃ信じて食べていくわ。悩みの内容が平和だったないなあんまり。なんだろう。知らないか。でも私も20代のうちに思うんだけど、もうあとだから本当数ヶ月よ。そうだよ。本当ちょっと卒業する。あでも30歳のミナルワイスケで見られる。 月いら見れるそうだから20代のうちに私あの人間ドックにいや大事だよでもそう私一回も検診行ったことないの今まじか全く行ったことなくてでも最近周りのそれこそ福祉直も人間ドック行ったしでもんかちょいちょいその25周りの子たちが動き始めてんの見てやば私一回も行ったことないと思って。 で30代になってからそういうの見つかるとちょっと大変なのかなと思って確かにね全部のもう検診に行けるだけ行こうと思う、うんうん、でもそれすごくいいと思う、うん、私もなんか20代のうちは気力で乗り切れたこととかが最近ちゃんと体調不良になったりとかなんかあの言わないけどこっそり病院に行ってたりするのでそうなの <laughs> そうだからねちょっとね本当健康面は気をつけた方がいい。 じゃあ気力でどうにもならないことで出てきます二十五あたりから落ちるみたいなこと言いますもんねいろいろ全部さ女の人のさ肌のとかもさそうじゃん肌質とかも、うん、あ肌は綺麗になるえ本当に,逆に 私は25超えたからの方がなんかニキビとかあんまりできて安定してきたの？安定してきたお金が増えたからじゃないけそれは多少あるかもしれないけど精神面で落ち着いてきたりとかなんかいろんなことを受け入れることができるようになってくるから悩むよりも何とかなるかって思えることが増えてくるからそれはなんかメンタル面は楽しみにしててほしいなと思うじゃあ自分の許容範囲とか広がってくるどんどんなんか焦ってもしょうがないってそっか。 それいいこと聞いちゃった。自分を大切にできるようになってくる。あいいこと聞いちゃった。なんか楽しみだわ。まだ三十代の新人だけどね。あのすごい三十後ぐらいの人が言ってるようなことがあなた最高の人だったの三十代。なんかすごい重み出してくるからさ。まだ半年も経ってない。十月の末に三十になる。じゃあ三十代の出て絶対じゃない。半年二十九歳ちょうど見なる今ぐらいだと思うんだけ。ど急にさ焦ってこない？えなんか私このままじゃダメかもみたいな。ついになんかあ。 やばい30代マジすぐじゃんみたいななった時になんかいろいろ準備とかあるのかなみたいな何かできることをしておかないとみたいなって思っちゃうすごいそわそわすると思うけどそのそわそわする時間も無駄じゃないけどなった瞬間急にいろいろ楽になるからあやっぱもうなったっていうのとなるなるとちょっと違うんだねなるなるの寸前はちょっと苦しいと思うそうなんでも私さそういえばさ昨日ね 昨日ノートに書き出したの。二ヶ月後自分が死ぬとしたら何をやりたいか。すごい。もそしたら自分がこう連結してったら何を本当にやりたいか分かってくるじゃん。あるね。そうそういうのもいいなって思った今。確か昨日やってたのよそれ。二ヶ月。二日休に昨になんで？なんだろう。なんか思い立って、なんか自分がやりたいことをいろいろね、本当に何をやりたいかみたいなさ、やべ何を食べて。 ねでもそういうの書き立うううてたら分かるよ。そう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 。大事だよそ定期的にやるといいなって思うけどね。<うん S 1> それをだから続けてた方がいいんじゃないなおだってあと30代までだってもうちょっとあるでしょ。5年ぐらいかなうんうんあ。あじゃあちょうどいいじゃん。 でももうそこまで考えれてるのは強いね。<laughs> そ,その紙に書き出すのも自分に優しくする一歩だし。確かに。<ー>うん。いいと思う。やっぱ年を重ねるとねいいことがちょっとなんかま,またちょっとアイドルじゃない感じのなんかね。<laughs> <laughs> なんかまた普通の一女性の三人の話みたいな <laughs> <え>なりましたけど。地方にちょっと女の子の話だわ、ねね。頑張りましょう。はい。というわけで以上どうしても聞きたいことをメンバーが全力で答えるレッちゃでした。 東海ラジオ B スタジオから生放送でお送りしていますさあやってまいりました何を触っているでしょうかこの時間は私大場みなが中身を見ずに何を触っているのか当てますでは用意スタートピョン何ん<何>でしょうはい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 こちらはですね<お>ボタンがたくさんあります、はい、ボタンボタン押すボタンがたくさんありますこっちのほ押すボタンです、ね たくさんまずあります横に一二 <laughs> 横縦にいっぱいありますで画面がありますね画面はありますそしてちょっとえー、と上の部分が斜めにちょっとまあ画面が見やすくなってますねその下が結構あのね寝そべってますねちょっとしたんかあのもう当あのプール脇のベッドみたいな感じプール脇のベッド<悟>あもしかしてなんか 数字を教えてくれたりする。あ、そうですね。わかんないものを教えてくれます。わかんないものをわかんない。数字を<え>数字一昔前の機械一昔前のスマホにも入ってる。<laughs> そこまで戻んないでください。<laughs> 違う <laughs>。今も使えますよ。皆さん,んというわけで、さあ、私をまみなが <laughs> 何を触っているかわかりましたでしょうか？何を触っているでしょうか？で、私たち6人がそれぞれ何を触っていたかを予想して。 メールは sk atmarktokai radio dot co dot jp フ а クスは零五二九六一零零七七までお送りください締め切りはこの後と二十一時三十分です全問正解した方の中から抽選で一名の方に開けてびっくりクリスマス福袋をプレゼントしちゃいます、うん、以上何を触っているでしょうかでした二時間にわたって生放送でお送りしてきました東海ラジオプレミアムウィーク特別企画 SKU48 大場美奈ちゃん東海ラジオで卒業発表してくれてありがとうスペシャルエンディングのお時間ですもうあと一分ちょっと、えー、かういじゃんエゴユーナちゃんと熊崎はるちゃんもスタジオに入ってきたよ,たよ聞いてた聞いてた,聞いてたやっぱ全然雰囲気違いましたね, <laughs> ねもうあのミレちゃんはすぐ返しましたんで <laughs>、はい、安心してください というわけで皆さんどうでしたそれぞれまあダンスとなおちゃんは今ね1時間やりましたけど、うん、いやでもそれよりみなるンの声聞きたいね今日はみなるスペシャルですから。うん でもね本当に私はこのメンツで本当に安心して良かったなと思っていかついのよなん横浜まで出ちゃってっから本当にねこの最高なメンバーであの一部二部構成でやれたことがすごい嬉しかったし、うんうん、あの東海ラジオさんに本当にふ、ね、だ段から SK−48 めちゃくちゃお世話になって。うんうん その恩で私もあの個人的に卒業発表をね東海ラジオさんでやらせてもらったのにもかかわらずさらにお返しをし今回ね <laughs> この質問をしていた,だいたので <laughs>、うん、本当に今回ちょっとね皆さん聞いていただいた皆さんのおかげで、うん、まあツイ t もちょっと盛り上がったみたいなので、うん、本当にね皆さんたくさんあ j ポップトレンドも。 ハッシュタグ東海ラジオハッシュタグ SK 一二三じゃないよハッシュタグオバミナも入ったからめでたいね皆さん盛り上げありがとうってみつきちプロデューサーが言っておりますよかったこれからもねたくさん SK フォーティエイトのこと。 ちょっとねよろしくお願いします。はい。卒業コンサートね改めて情報言っときますか。そうですね来年の二千二十二年四月一日二日三日と横浜で、えー、卒業コンサートやらせてもらいますので皆さんぜひ詳しくはホームページを見て、うん、えまた予定開けといてくれたら嬉しいなと思います。はい、さあ今日の番組のスタジオの様子となんと番組前後のオフショットも見られるユーチューブが公開されます。詳しくは番組ホームページか三月さんのツイッターでお知らせします。 そして明日のこの時間は辰波和義監督大西隆之コーチ森野正彦コーチが出演する辰波ドラゴンズ監督就任スペシャルをお送りしますスペシャルな企画やプレゼント盛りだくさんの東海ラジオプレミアムウィークは19日日曜日まで続きます東海ラジオ東海ラジオ東海ラジオを聞いてどんどん参加してください <laughs> えそしてこの後9時30分からの SKE48 1たす1は2じゃないよは あ井ゆきちゃんと末永おうちゃんが担当になりますお楽しみにというわけでみんな本当に本当に今日はありがとうありがとうございましたこれからもねまた年内までいっぱいよろしくそして来年も春まではよろしく、うんはい、そして春以降も頑張って東海ラジオ盛り上げてください<笑><笑>ありがとうございます、はい、というわけでここまでのお相手は SK48 とチーム K2 のエゴユーナとチーム K2 古畑直人チーム E 熊崎遥と,、e、崎春香と須田あかりと

さんもこんな重大発表をこのラジオでしたけど東海ラジオで聞けて嬉しいっていや本当にいつもありがとうございます発表する場だけてあと四か月か四か月後月スペシャルもまたやってくれますよねよろしくお願いしますじゃあちょっとねまあ寂しいですが皆さんねここまで聞いてくれて本当に本当にありがとうございました寒いのでね風邪ひかないように皆さんじゃあ